日の研究テーマはおっぱいの専門家、おっぱいの神様にいろんなおっぱいを聞いちゃおうということで、はい、バストマッサージの天才マッサージ店ロココさんのおっぱいの神様、はい、寺澤由美子さん、はい、にお越しいただきました。ありがとうございます。おっぱいの神様寺澤由美子です。はい、久しぶりだね。久しぶりだね。1ヶ月ぶりです。1ヶ月ぶり、はい、僕1ヶ月前にちょっとね施術してもらったんだけど、うんうん、すっげえ胸だけじゃなくて肩周りをほぐしてくれたから、あそこからね数日めちゃくちゃ肩甲骨調子良かったです。肩こり楽になりますよね。ガチガチ、うん、おっぱいの神様のチャンネルにも出てますんで、パイちゃん概要欄の方見てください。ぜひお願いします。そこはね、女性用風俗についていろいろ聞いてますんで、はい、はい、マッサージ店ロココさんは人気すぎて予約が取れない、はい、そうなんですよ、おかげさまで。え、予約取れないんだってこれダメね。見てる人はじゃあこれ全部うまそう。大丈夫ですよ、うん、ちゃんと先の予約まで取らせていただいて、3回先まで取らせてもらってるんで、うん、それでこう埋まってっちゃってるよっていう話なんですね、うんうんうん、セラピストまた増やすんで、うん、大丈夫です。全員女性なんですか？全員もちろん女性で、うん、今 FC 展開してて、うんうん、今銀座と赤坂と福岡にもう1店舗近日できます。福岡できる、震災橋、栄え、名古屋って書いてある。そうそうそう。で、ここは表参道店っていうことで、ですね。いつも神様いるの？ここに。神様ここにいます、表参道に。神の手を使うと、やっぱ料金違うんですか？神の手は。はい、ごめんなさい、私8万円で。おー、受けさせていただいて。いいね、なんかでも蜂って末広がして、蜂をこう横にするとおっぱいみたいな。おっぱいですよね。これが、マラドーナと、つゆなす神の手。平均2カップアップの実績って書いてある。うん、そうです。本当っすか？本当っすよ。骨格を正しい位置にこの間変えたじゃないですか、うん、でそうするとお肉が移動するんですよ。あ、なるほどね。これちょっとやったことによって本来いなくてもいい部分のやつが本来の部分に戻ってくる。そういうことです。なのでおっぱい、猫背になってる女子は、うん、こうおっぱいが下がって広がって、うん、こっから背中の方に流れちゃうんですよ、うんうんうん、それを正しい位置に戻していくので、うん、1回じゃ完結しないんですけど、うん、施術受けていただくと、うん、体重減ってないのに痩せたってみんな言われるんですよ。あ、見た目がね、良くなるんだね。そう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 。あれ、今日もしかして僕、はい、やっていただけるんですか？もちろん。アイアンマンのような手のやつやります、やります。見たことある？いや、ないです。誰？もうジョーです。ずいぶん背高いね。ずいぶんなんか光が来ないなと思って。そう、光遮ってるな。山じゃないですよ。吉野さん。農場ジョーです。農場ジョー、はじめまして。お願いします。よろしくお願いします。施術受けてみたいと思います。着替えました。はい。これなんかさ、これで合ってんの？本当はここまでしてるんですけど。うん、あ、そうなんだ。じゃあ白白。だって今乳首ダメなんでしょ？江頭さん隠してたじゃん。あ、これでいいんだ。これでいい。ムームーみたいな感じね。もうちょっと下げます。ねえ。ねえ。もうちょっと見せて。ああ。ねえ。上手。何やってんの？チビプレイだよ。じゃあ早速施術を受けて。はい。お願いします。こちら頭で仰向けでお願いします。仰向け、はい、はい、足はタオルの上に置いてください、はい、下も脱いだんですね。ちょっとパンツ履いてますよね。履いてます？あ、履いてました。あ、脱いでいいんだったら。いやいや、うちさガチ一発赤パン食らったから、それ以降もうパンツ脱がないようにしてるの。偉い。赤パンこの間全然脱がせる。俺が悪いのか？いや、そうですよ。ああ、ごめんなさい。全裸になっちゃったんですよ。全裸になっちゃった。すぐ脱ぎたがるから。すぐ脱ぎたがる、出したがる。職業病だからしょうがないよね。はい、じゃあホットタオルでお体を拭いていきます。はい。眩しくないですか？大丈夫です。はい。あ、もう始まってる。もう始まってますよ。うわ、気持ちいい。それ大体何分ぐらいかけてやられるんですか？全部。通常の施術は50分なんですけど、うん、私施術するときは70分でやってます。
そんな言われることなんかしてる。何もしてないですよね、うん、普通に拭いたら普通に拭いてても気持ちいいっていうのは神様、神のさすが、神様さすが。はい、じゃあジェルをつけてマッサージしていきますね。うわー気持ちいい。手のひらって何度かの気持ちいいんだろう。疲れてる。うん、疲れてる。手回しすぎ。それ以外しないのに。手前の。手前がチンコに入れる。あ、もうすでにほぐれてるかも。ですね。ここが凝ってます。あん。脊柱起立筋。あん。ここです。あん。痛いですか。あの痛肝です。痛肝。手じゃないみたい。手だ。なんか、なんだ、特別なマッサージ機能みたいな。へぇ。うわ、気持ちいいなぁ。ここ、変えれると思うけど。おぉ、おぉ、とと。こっちになりますよね。ねぇ。うん。神様、それやっていい方法？やっていい方法。これが正しい。あった痛い？うん、痛きも痛いのは良くないんですけど、うん、今気持ちいい、ましただいぶ。ああ私の腕が…あ、違う、びっくりした。びっくりした。はい、じゃあ、電流を流します。これですよ。これが噂のアイアンマンです。これだよ、うん、噂のアイアンマン。はい、こっち側のおっぱいからあげます。これが電気流れてる。けど何もほぼ感じない。ピリピリとかしない。しない。おお。これで手こきしたらどうなんですか。電気流しても。やってみます。ザラザラして痛いと思う。あ、だからコンドームしてやったらいいんじゃない。おお。あ、ちょっと電気流れてるね。やっぱピョンピョンっていう。神様以外の人でもこれできるんですか。もちろんこのマシンを使用してやっていきます。すげえ、うん、あとお医者さんのエビデンスも取れてます。すげえのがさ、体に電気流したりさ、チンコに衝撃が当てたりさ、いろんなことやってるね、うちら。やってますね。あー、これだよ。これです。今ね、一番肩甲骨が固まってるところに指突き刺して電気流してる。気持ちいいってレポしてないな。どう気持ちいい。肩甲骨に指ぐすーきて、はいはい、これね、はい、あの G スポットギュッてやった時、あーってなる、はい、あの声で。あ、 G スポットには当たってるという。ああどうですか。どうですか。筋膜リリースっぽいくもあるね。筋膜ね、再生するんですよ、このマシン使う。マジで。はい、こういう手でしょ。腰のおっぱい上がってます。はい、見て。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。やばいね。ちゃんと上がってますよ。あれ、乳首が上がってる。位置が、位置がこっちが来てる。ほんとそう、左が。先生、ちょっとこっちを上げてて。変じゃない、変になっちゃうよ、これ。上がったら、こうやるやん、これ。谷まで来てますけど。本当？谷まで来てます。で見えねえんだ俺ここ。ここだって。さっきとなんか違いますよ、ね。さっき全然ずれる。ずれるってどういうことですか？ずれる。パイズリ？ずれる。マジ？ずれそう。ずれそう。ずりポイントだったそこ。すごい、マジで。ということで、おっぱいの神様に施術してもらいましたが。変わったか。これだから続けていくと変わっていくんだろうね。
なるとどれぐらいスパンで来るのがいいんですか？あの女性の場合、おすすめは週1なんですよ。あ、週1か。推奨してます。なんかシミケンチャンネル見ましたって言った人が来たから、じゃあシミケンさんチケットご用意しておきます。ああ、なんかしらの特典が、はい、あると。ちょっと勃起してるかね。なんで？はい、ということで、また何かあったらコメントください。読んでます。さよなら。やってんだこれ。お前もう回してる。記憶がなくなりました。